こんばんは。今回は帽子配信です。何のあれもないけど、こんばんは。この回は8時半までなんですけど、よかったら見てください。じゃん、こんばんは。じゃん、ここのロゴとここのロゴがポイントです。こんばんは。さっきぶりね。確かに最後に会ったのが6時だから割と最近。これからお花見、いやお花見行きません。でもここにカバンあるからさ、行ってきます。こんばんは。こんばんは。カバンあるから行ってくるね。行ってきます。嘘です。こんばん、夜桜見に行こうかな一人で。よいしょ。こんばんは。あ、100回目の訪問ありがとうございます。夜桜ってやってるの？やってんのかな。見たことないない気がする。ちゃんとした夜桜見たことない。なんか勝手に通りすがりの夜桜なら見たことあるけど、ちゃんと夜桜を見に行ったことはないんですよ。こんばんは。あ、屋台やるんだ。そっか。お疲れ様です。東京は今日あたりが一番いい。あ、そうなんだ。幼稚園あったじゃないよ。ちゃんとね、ロゴがついて。こんばんは。こんばんは。こんばんは。横浜は満開。あ、そうなんだ。そうなんだ。白コーデありがとう。ちょっとショールーム長くやって飽きちゃうかもしれないから、みんながもしかしたらね、だから変化をつけようと思って服変えてるんだよ。こんばんは。こんばんは。お寺とか神社とか公園とか。あ、そうなの。満開なんだ。見に行きたい。見に行きたい。こんばんは。こんばんは。京都は昨日まだ、あ、そうなんだ、まだ咲いてないのかな。これ帽子、ペンテン来たよって。ペンテン、すごい、初めて見た。ペンテンだ。伊藤さん、ペンテンありがとうございます。嬉しい。ペンテンタワー、弁天剤。伊藤さん、弁天ありがとう。お帰りいただいます。伊藤さん、てんてんありがとうございます。とっても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、目黒川沿いも綺麗。あ、そうなんだ。目黒川ってあんまり一回だけ行ったことあるけど、一回行ったことない。仕事超絶疲れた。お疲れ様です。ゆっくり休んでね。ゆっくり休んでちょうだい。硬いですね。ペンテン初めて。寒い。こんばんは。お、同じ名前で親近感。お、ありがとうございます。嬉しい、同じ名前だ。どうして香織って名前になったのですか？こんばんは。遊びに来てありがとう。遊びに来てありがとうよ。ありがとうよとか言っちゃった。こんばんは。
仕事が終わらん、貢献できてすまん。いやいやいや、お仕事お疲れ様、頑張ってください。何時まであるの、お仕事大変だ。右戸川沿いの桜並木、行ったことない。目黒川、誰だっけ、誰かスタッフさんがね、目黒川の近くに住んでるって言ってた。だから桜綺麗なんだって。こんばんは。いろんな意味あるけど、生まれた年に皇室でいいことだと。すごい、そうなんだ。いいね、ちゃんとあっていいね。こんばんは。かおりちゃん見てるとピクニック行きたくなる。嬉しい、行こう。こんばんは。ピクニックコーデ、確かに目黒川沿いはカップルばっかり。あ、そうなんだ。カップルに人気なんだね。人気なんだね。こんばんは。実況配信、あ、確かに。いや、一応つけてるんですけど、もし出てきたら見てくださいね。こんばんは。もしかぶったら本当にごめん。こんばんは。遅れてきた。あ、いらっしゃい。新婚さん、いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。来た、ありがとう。帽子にはありがとう。帽子かぶった。こんばんは。帰ってきた、おかえりなさい。こんばんは。こんばんは。かおりちゃんが無音にして配信すればいいのに出てきたら、ああ、AKB 出てきたら無音にするってこと？なるほど。こんばんは。ただいま、おかえり。のんびり飯食ってたら、あ、晩飯食ってたら8時回ってた。あ、全然。星集め中だけど引き込まれ中。え、嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。かおりちゃんの返され、ありがとう、嬉しい。ありがとうすぎる。さっききょんちゃんが星、昨日つく、星、星になっちゃった。こんばんは。こんばんは。星に一人もイケメンがいないけど。なんか全部、みんな星になってるよ、なんで？こんばんは。引っ張って、8時50分。確かに、8時50分でも8時台だもんね。なあちゃんのかおりちゃんのモノマネ好き。嬉しい！ななさん大好き。今娘たちがテレビに張り付いてる。え、何のテレビ見てるの？さっきね、配信の前にね、映像の世紀っていうのやってて見てた。なんかすごいな、昔の映像、昔の時代の方がいて、なんかすごいなって思って。前からさ、そういうさ、時代の方がいてさ、すごい早送りなの、やっぱ昔だから。こう早送りになってて、すごい早い時代みたい。なんか昔のさ、映像ってさ、なんかあのさ、動い、なんかカラーってないじゃないですか。だけどさ、そう、あ、抜けます。あ、全然、ありがとう、フォローありがとうございます。また会いましょう。次は23時によかったら来てね。すごいよね、技術すごすぎるよね。いや、すごいな。こんばんは。そう、早送りカレンダー。そう、映像の世紀は貴重な映像が多いし、めっちゃ、あ、見てる？私もね、なんか名前聞いてたけど初めて見た気がする。昔はみんなああいう風に動き早かったんだよ。あ、騙そうとしてる。え、本当に？早速騙されちゃった。え、違うよね。今も映像世紀見てる。あ、まだやってる？さっきね、配信前はね、まだやってた。
なんかさ、白黒だけどさ、カラーってめっちゃ珍しくない？なんか自分の中でさ、なんか正直空とかも白黒だって思ってたの、ちっちゃい時。白黒写真しかないから、全部暗くて白黒だと思ってたから、びっくりした、最初知った時。そう、子供の時に知ったんだよね。違うよって昔らってカラーだったんだよって、写真が白黒なだけだよって。そう。そう、空の色は一緒だよね。なのになんか勘違いしてたくさい。地デジ知ってる？知ってる？地デジ知ってる？どっかに出かけるの？出かけないよ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。なんかすごいなーって思って、昔って。この前急にさ、あのサトウキビ畑のなんだっけ、サトウキビ畑のなんとかっていう映画、なんだっけ、なんだっけ、それ見たくなったんだけどね、なかったんだよ。こんばんは、こんばんは。久しぶりに見たくなっちゃってさ。こんばんは、遊びに来てありがとう。さっきぶりー、ざわわざわわ、ハットかわいい、ありがとう。あ、歌か、サトウキビ畑の歌だっけ。そう、さんまさんの、そうそうそう、昔見たことがあって、でも大きくなってから見てないなって思って、見たくなったんだよ。久しぶりに来てありがとう。大好きなんだよね。お疲れ様、お疲れ様です。めっちゃね、あれ感動したんだよ。なんかでも見た時ね、多分結構昔に見たんだよ。こんばんは、こんばんは。あ、歴史探偵知ってる、私も見たことある。こんばんは、こんばんは、こんばんは。可愛すぎてドキドキ、ありがとう。帽子かぶってるから夜って感じしない？確かに昼っぽい。昨日はキャップ、今日はバケハ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。初訪問ありがとう。こんばんは。ねえ、泣けるよね、めっちゃ。なんか、なんてもなかったんだよ、見たかったんだけど。好きなんだよね。こんばんは。明日はベレー帽。ベレー帽。ベレー帽かぶるかな。帽子似合ってますよ。ありがとう、優しい。ありがとう。お洋服変えた、変えました。次も変えます。あんまりおしゃれじゃないけど幼稚園の帽子、あいつです。幼稚園の年でね、帽子なかったんですよ、これ。本当になんかこういう帽子かぶってるじゃないですか、こういうの黄色みたいな。私の行ってたところはなかったんですよ、帽子とか。そう、赤白帽しかなかった。そうそうなんですよ。帽子似合ってる、ありがとう。ハイキング、赤シャワーでウルトラマンした。え、してない。知らなかった。してない。ハイキングウォーキングさん好き、面白いよね。東京は桜満開だね。ね、満開、もう満開なのかな。もう満杯、満杯、満開、満開。かおちゃんよく一人カフェ行く、行く行く行く、一人カフェの方が多いかも、逆に。お、ナポリタンいいね、美味しそう、美味しそう。森ガール、森ガール懐かしい。昔森ガールってなんか流行ったよね、そういう森ガールっていう。広島も桜咲いてる。あ、そうなんや。いいね、いいね。夜桜探検行ってみるといいよ。行ってみようかな。でもさ、夜一人で歩くのちょっと怖くない？ちょっと怖い。なんなんだろう。なんかさ、レッスンとかで遅くなって帰る帰り道は怖くないのに、なんか、
夜にわざわざ出て歩く夜道は怖いんだよ。どういう違いがあるんだろうね。なんかわかる？帰り道は怖くないんだけど、家から夜に出るのが怖い謎のこだわり。こんばんは、こんばんは。なんでだろうね。だってさ、自主練が全然終わらない時なんて12時過ぎぐらいに帰ったもん、夜。でも全然怖くなくて、怖いよりもやばいのが勝ってたから、そう謎。こんばんは、こんばんは。あるあるなのかな、同じ、本当にだよね。こんばん、こんばんは歩道にはビビらないよ。あ、一旦帰ると心が落ち着くからか。そっか、そうだね。気をつけてね。ありがとう、気をつける1170日おめでとう。ありがとう。もう今日は3回目かな、3回目の1170日。なんか最近さ、1168日と思ってた。もう2日も経ったなんて。かわいちゃん、岡山に住んでた時、帰り道トンネルあった。トンネルはなかったけど、なんかでも田舎すぎて、なんかもうね、真っ暗なの本当に。なんかね、都会の夜と田舎の夜はマジで違う。都会の夜はもう明るいけど、マジでガチの真っ暗、本当に真っ暗なんですよ。そう、街灯も全然、なんかもう3本ぐらいしかないマジで違いすぎ。でもその時はもう親が心配して、途中の家に、家のちょっと途中まで来てもらってた。バスで帰ったらバス停のとことか、自転車だったらそのまま帰るけど、バスだったらバス停か歩くからちょっと怖いからね、迎え来てもらったことある。マジで一回泣きながら帰ったもん、怖すぎてなんか公衆電話で電話するのね、今バス停に着いたよって。携帯がなかったから、で、その全然電話出ない時があって、僕一人で帰ろうってなって、マジ怖すぎて泣きながら帰って、近所のおじさんとバスが一緒になった時はもうそのおじさんの後ろにぴったりとくっついて一緒に勝手に帰ってた。でもそのおじちゃんがいない時とかはもう、うわどうしようってなって、あと犬の散歩の人とかいたらもうめっちゃその人に近づいて帰ってた、勝手に怖いから。そう、懐かしいな、めっちゃ怖かったもん。もう走ってた、怖すぎて。そう、幽霊がいそうと。懐かしいな今なら怖くないかも。いやでも怖いかもしれないな。そうだからね、バスにそのおじさんがいたら、よっしゃいるって思って、めっちゃラッキーだった。そうなんだよ、田舎ね、いろいろ出てくる。幽霊だけじゃなくてイノシシとか出てくるか。ホラー苦手、ホラー大好きそう、あ、初訪問ありがとうございます。ありがとう。この子めっちゃついてくると思ってたかも。あ、てんてんありがとう、嬉しい。メロディーさんだ、てんてんありがとうございます。嬉しすぎるよ、本当にありがとう、メロディーさん。え、てんてん、てんてんありがとう。メロディーさん、ペンテン、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ペンテン、嬉しい。ペンテン。目かゆ。そう、怖いの好きだけど見ちゃうんだよね。あの、この前帰省した時に久しぶりにチャッキー見たんですけど、なんか古くて DVD が止まっちゃって途中で見れなくなって終わったチャッキー好きなんだよね。2だっけ、2だっけ見たの、ちょっと何話か忘れたけど、そう、でも多分2だと思う。まだもうアンディだったっけ、アンディとチャッキー出会ってたから多分2なんですよ。なんかチャッキーね、ちっちゃい時あんな怖かったのに大人になってみたらちょっと面白かった
そう、アンディかわいそうだよね、なんかあんなのにつきまとわれてさ、怖いよねアンディ。グッドガイ。自分もチャッキー全部見た。おアンディさ、お姉ちゃんいるよね、お姉ちゃんってかそのなんだっけ、お世話になってる家の、懐かしかった、めっちゃ。こんばんは、こんばんは。チャッキーいつのなんだろうって調べた、90年とかだった。え、90年だっけ、めっちゃ古かった、びっくりした、そんな古いんだって思って。びっくりした、くしゃみでしょ。あ、20分、あ、どうしよう、そうだね、23分にしようかな、じゃあ。全然変わんないけど、23分にします。あ、2度目の方もありがとう。ペンいいの、ペンテいいの、かずみちさんのペンテありがとう、嬉しい、ありがとうございます。チャッキー意外と大きい。あのね、工場で戦うのが一番好きなんだよ、チャッキー2だっけそれ、なんかなんだっけ、何話まであるっけ、なんか最後の方アンディ大人になるよね。よいしょ、かずみちさんペンテンをくださりありがとうございます、嬉しすぎます、ありがとう、ありがとうございます、わーい。ペンギンのさ、ペンギンがお花見してるよ、台の上で。ジャッキーチェン、ジャッキーちゃんっていう人いたよね、芸人さんで。ジャッキーちゃん。あと羽生結弦らないさん。こんばんは。え、またペンテン、ありがとう、嬉しい、かっちゃんだ、ペンテンありがとうございます、かっちゃんさんありがとう、めっちゃペンテンありがとう。よいしょ。ペンテン。ペンテン。今度カタカナにしてみた。ペンテンありがとう。香りより。本当にありがたい。ありがとう。よいしょ。かっちゃんさん、ペンテンありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ペンテン、あ、23分になった、ちょうどランキングしようかな、そろそろね、ちょっと早めに、ではこんばんは、こんばんは、じゃあちょっと余るかもしれないけど、念のためこちゃんでやっときましょうかね、先に。あれ、ちょっと待ってね、来た、では行きたいと思います。13位はガッチさんです、ありがとうございます。12位はシュージさんです、ありがとうございます。11位はアッキーセブンさんです、ありがとうございます。10位はジェイさんです、ありがとうございます。9位はクリームアンピーさんです、ありがとうございます。8位はユーマさんです、ありがとうございます。7位はコマネコマニアのじいさんです、ありがとうございます。6位はアジダッチョンさんです、ありがとうございます。5位はハギーアットマーク江戸の人さんです、ありがとうございます。4位はミケネコアットマークゆったんぽさんです、ありがとうございます。3位は花ちゃんさんです、ありがとうございます。2位はメロディーさんです、ありがとうございます。そして第1位は伊藤さんです、ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした、ありがとうございます。そして今日はかっちゃんさん、ペンテンありがとうございます。そして
かずみちさん、ペンテンありがとうございます。メロディーさん、ペンテンありがとうございます。伊藤さん、ペンテンありがとうございます。嬉しいです、皆様ありがとうございます。さあ次はですね、ギフトをくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。マースマースマスオさん、クロロイコールルシルフルさん、ポンタ428さん、ユーマさん、コマネコマニアのじいさん、伊藤さんさん、まさきアットマーク山口さん、杉庵 12.5 さん、こじやすさん、日高浩二さん、どさんこさん、はなちゃんさん、矢野たけしアットマーク香織ちゃん、ほんとかわいいなさん、こみさん、ありあっちゃんさん、みきねこアットマークゆたんぽさん、ジェイさん、コーポンさん、ジョナさんアットマークコロコロさん、サプライズレバーアットマークチームうちらさん、トトさん、なんたアットマーク稲垣香織語録ツイート中さん、ありだっちゃんさん、こみさん、みっとちゃんさん、のぶさん、新規おやじさん、ゆっきーさん、ゆきかなさん、こまねこマニアのじいさん、伊藤さんさん、ともさん、がっちさん、あっきーセブンさん、だいちさん、クリームアンピーさん、はぎやっとまっきえぞのひとさん、新規おやじさん、はなちゃんさん、月曜のぶたさん、みけねこあっとまっきゆたんぱさん、しゅうじさん、わっくやさいらんさん、だいちさん、メロディーさん、クロロイコールルシルフルさん、コミさん、高井さん、ふなちゃんさん、かずみっちさん、さよりんまるさん、マッシュルームっちさん、矢野たけしあっともこおりちゃんはかわほんとかわいいなさん、マッシュルームっちさん、ともさん、かおり、星集めちは無音さん、マッシュルームっちさん、かっちゃんさん、はぎあっともくえずの人さん、メロディーさん、こまねこマニアのじいさん、たーさんさん、こみさん、ライダーさん、たかさん、紳士の羊さん、トキオさん、J アットマークノーボディーノーズさん、水族館さん、ゆきかなさん、なおさん、はやとさん、ひかりちゃんさん、だらやさん、あつしアットマークずんかおし、新曲と23位を楽しみにしてるねさん、ひろゆきさん、新曲おやじさん、まこさん、うらかんさん、あずまんさんです。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。5位になったって言ってありがとう、嬉しい。わーい、5だ、5すご、あ、ほんとだ、嬉しい、ありがとう、やったー、ありがとうございます、ありがとう、こんばん、こんばんは、ありがとう、初訪問ありがとう、ランクアップだありがとう。お、あと2分だ。次、最後は、次が最後なんですけど、それは11時から1時間です。ぜひ見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。次は何の服着ようかな。はーい、ありがとう。ね、まだでよかった、かぶらなくて安心、一安心。うん、23時です。次は何の髪型しようかな。またね、またね、ちょっとデザート買いに行こうかな。気をつけて行くんだよ、夜道は危ないよ。バイ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 いや、お風呂さ、思った入るか迷うんですけど、でもやっぱり入ったら巻き髪取れちゃうので、ちょっと終わってからにしようかなって思います。わかんない、もし入ったらごめんなさいこのままやっちゃうかも。ちょっとね、練習しないとなので、練習して待ちたいと思います。あとメールとかアナログとかドッポンとかいろいろしたいと思います。みんなもゆっくり過ごしてね。またね、またね。練習頑張って、ありがとう。あと1分だ。ありがとうございました。じゃあ11時にお願いします。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。では失礼します。バイバーイ。11時にね。では、ありがとうございました。バイバーイ。あ、もう押していいんだよね。バイバーイ。